参りました。であのこれは八三郎節と書いてますけども、八三郎節の中の一つの話をしますけれども、八三郎節は皆さんご存知でしょうか。昭和26年に全国の郷土芸能で発表されてから全国的に非常に広まりました。これは嫁入り切りの数え歌です。皆さんのお手元にあるプリントに1番から15番までの歌詞がついていますので、それは全部歌えませんので5番まで、ゆきのこの声援が歌います。それから私のお話をしますのでよろしくお願いいたします。木造り神殿の下あいの村の半ずれ子のやさぶらへ、ややややさぶらへ、二人二人三人と人頼んで、もみなぎの半黒から嫁もらった、ややややさぶらへ、みざえみずもも揃えてもらった嫁、もらってみたのは気に合わね、ややややさぶらへ、よざえさ朝むさあらめろ、遅く戻ればいびられる、ややややさぶらへ、いずざれいびられはずなれにらめられ、三度の口つもる、ややややさぶらへ、はい、ありがとうございました。楢崎陽子さんが語ります。やさぶろ、お聞きください。10番目の、おだむじもっきになった話子です。昔、木造り神殿下あいのの八三郎の婆様、嫁入りるんだば村で一番、いやいやいや、津軽でも一番でし婆様であった。春にもらった嫁、茶菓子でどんばずで、仕事何もかもから粗末で前に行って、締め終わるの待って出してやる。次にもらった嫁、これまだ何やらひでもとりふてとりふて、へいかいふてみんでらいね、仕事だばはぬみだだたてまんまだばふとりねついて、これもまんだちなわねて出してやった。まんだ出してまんだもらってって、13年目の今の嫁、つるんだのおんでらじ真っ黒の井の娘であった。美語と嫁、つかねば損すって、朝は朝干し、夜は夜干し、出るまでたんだ仕事先で、昼間ってば面干し太つかけて働かひていた。やあさんぶろうてひば、邪魔をつぐいい男であったばって、ばあさまさあだまがにで、おでにも頼りにもなに男であった。小画像割って、八三郎村の寄り合いさ出かけていった。嫁の周りで草取りしていたきゃ、隣の婆様、つさまの小づきみんずでおだもずこひだわんつかだばってって持ってきた。あれ迷惑だの、
わいまでいかけるとこで、後から入れ物こもどすはねのって、賛美てるいのばさまの声聞いた。嫁、わい、おたもずっとばどうすんだべと思って、外から窓こわんつかあげて、みんでいだきゃ。ばさま、順番をたないて、まっすぐに二度下がっていって、布団めくって長さかぶして、ぼだむず、よくしき、よみみんだらほり、もっきぬなりって、にやっと笑って、隣村の寺さ出かけていった。三度のママもろくにくてねよめ、ぼだむずのつらこぬるだけでも腹の足しになるんでねびがあって、めんどごさいって、布団めくって、じゅんばごのふたあげた。でったらだぼだもず五つはってあった。わい、めたらだでゃって、みんでるですね。あれ、おいのばさま、長身寝ていたきゃな。ひばなんぼはってるかわがねわぎだって。真ん中の一つ取ってくった。ほっぴたをずるんたに見ふてあった。わい、めいぴゃーってまた四つ見てるうちにね。あれ、人さも抜けるとき三つ、五つ、七つって持っていくきゃな。ひば四つだば半端だって。まんだ一つ食って、残りの三つとば、すじまうのにね、動かしてるうちに、まんだ二つ、もう二つって。実だきゃ、純箱の中空になっていた。わい、ばあさま戻ってくればな、ぼこるべ。おら、この日出さえるかもがね、って思ったとき、嫁みんだら、もっきになり、って。しゃべったばあさまの声聞きだ。あ、声思い出した。はあ、嫁、さっそく頼みなうつさ吐きでいて、もっきつかまいてきて、また純箱の長さ入りで、布団の長さ戻しておいた。昼過ぎになってばあさま戻ってきた。わい、今日まだやだらどぬぐい日で、いずるも浅いてきたきゃ、のんどう乾くに腹引きまたりゃ。誰か、隣のおばさまからもらった、おだもずでもくがあって、ねんどこから純箱たないてきて、しぼどの脇さどっと座って、でがらすの着入りで、純箱のふたあげだきゃ、りっ、体もきびゃー。と止め出した。ばあさま、慌てて蓋を押さえて、あっぞ、あっざあっざしちゃ、ぼだもずもきぬなってらりゃ。だんだ、わまだ、手が出るとき、嫁みんだらもきぬなりてしたもんだどこで、わげ嫁とばどまずがてらたべな。わまだどずがってひばをなもぐりんごで、わげふめらいるすな。ぼだもず、よぐきしぎ、よみりねえねえ、ばあばだね。よみりねえじゃ、ばあばだじゃ。ゲロゲロってなぐな。そったねあんばいりば。あんずきこみんなおずでまるね。おずずぎおずずぎってしたばって、純箱の中のもっき、ボンボラ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 って跳ねていたぞ。とわえ、隣知らんずの、おだもずこ、嫁さもかけねえで。
なかぐす、それもやさむらえ。とちぱれ。